初めての就職活動なら DYM 就職、履歴書作成から面接対策までマンツーマンで手厚くサポートいたします。詳しくは概要欄をご覧ください。みんなの徹底討論、ということで今回も世の中のことについてあだこうだと討論させていただくという企画をさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします、はい、お願いします。今回の討論内容は焼肉の食べ放題問題です、うん、あら、実は最近ちょっと SNS で問題があって、バズったものがあるんですけども、何が問題なんでしょうか。SNS で投稿した方がね、いるんです。4000円の食べ放題を利用して、うん、上タンですね、数度にわたって50人前を注文。結構食べたね、はい、でこのお店では上タン単品が1408円なこともあって、うん、店長が怒ったとされる内容を投稿していました、うん、怒られたから食べるのやめましたみたいなね。投稿には多数のコメントが押し寄せ、たくさん上タンばっかり頼んだからといって問題ないという支持派と、節度を持てという反対派に分かれたということなんですけども、うん、ちなみになんですけども、これお店側が後から、いや、うち別に怒ったということはないですよ、過剰な客食を書かれていますし、常連さんなんでということを言ってますんで、あ、もう言ってんねや。そうなので、この投稿はちょっと客食があった様子で、お店側としては別に好きなもの好きなだけ食べ放題やったら食べてくださいということだったんで、じゃあよくないっていうフォローは入れさせていただきたいと思います。ただそれはまあ別としてして、食べ放題に行った時に高いもんばっかりね、もう節度なくバーッと食べることについてどう思うかという討論も、今回の事件に限らずでお話ししたいと思います。ちなみに肯定派の意見なんですけども、はい、例外規定がないなら食べ放題なんだから100人前を食べようが問題がありません、あとはすでに判例で食べ放題である以上はどれだけ食べてもいいとなっている、同じものばっかり食べられるのが嫌なら単は3人前までとか制限しとけってことやもんね。なるほど、ね、あとは反対派の方、ルール上は悪くないが配慮したら良かったんじゃないの、下手したらその店食べ放題やめるかもしれんぞ、あとは食べ放題にも多少のモラルっていうのは必要なんじゃないか、モラルの問題よねということで。ちなみにね、投稿内容をもう一回だけおさらいしておくと、焼肉食べ放題で上タンばかり食っていたら店長にマジ切れされてクソバロタ、たった50人前だぞ、こんな頼む人初めてとか切れてたけど、ほなら食べ放題やめろよなと、客食をしてまでね怒られたっていうことを書いてまで、俺こんなにたくさん食えるぞという自慢をするあ、そういうことよね、そういう感じ、そんなにバズると思ってなかったんだろうね。どうですか皆さん、食べ放題行かれます？昔は行ってた、昔は行ってた、学生とかの時は。私は貧乏な友達に誘われたら行くことがある。楽しい、まだに行きますよ。あ、そう、はい、だってしゃぶしゃぶ屋さん、温野菜とかさ、言うのもね、だいたい食べ放題ですよ。全然行く。でも美味しいか、食べ放題の店。美味しいとこもあるんですよ。クオリティが気になるよね、いいところあるかも。あるよ、ありますよ、全然あるよ。あとね、最近ね、食べ放題、私が言ってるのは3枚ぐらいで食うのよ、物が3皿じゃなくて、うん、1皿に3枚しか乗ってへん、ね、だからいろんなもバーって食べてる時とかもう完全にもう楽だから食べ放題とかですよ。安い店だと先にこれ食えよみたいな、あ、そうね、ほんとめっちゃ多く乗ってるとかね、突き出しみたいなね、つくねが乗ってたよ、バーグ。あんま好きじゃないよね、食べ放題、食べなきゃ元取らなきゃみたいな気持ちになると、うん、味を味わおうというやっぱ精神がなくなっちゃうから。でもここのお店すごく良くない？その4000食べ放題でさ、単品が1408円っていうさ、ちょっとちゃんとしたターンを出してるわけでしょ、うん、多分これ単品が高すぎるんだろうね、元値に対して、うん、食べ放題4000円、私ここ行きたいんだけど、どこ？これ実際のその店の牛タンの、そうです、あ、良さげじゃない？行きたい、美味しそう、うん、豊島区やったら池袋の方かな。私昔ですね、温野菜にですね、パクチー食べ放題っていうのがありまして、一緒に行った時じゃない、それはね、また別なんだけど、当時付き合ってた彼と、あ、それはパクチーのやつ、パクチー食べ放題っていうので、パクチーガンガン食べてたんですよ、って言ったら、そしたら本当にそれこそ50人前くらいだったみたいで、お店のパクチーが全部なくなっちゃったと。でも全部なくなっちゃったの。でも私たちも食べ放題だと思って食べてるし、パクチーすごい好きだから、どん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 食べちゃうわけそしたら、もうすいません、もう終わっちゃいました、え、
もうちょっとなんですか、いっぱい食べてくださってありがとうございますって全部怒らしちゃったんだけどでもその時怒られたこともなく申し訳なかったですって言ったら、あ、もう先生で気にしないでくださいって言って、いや、いいと思う。逆になんか切れなくて、食べ放題なのにもうパクチーがないんだったら返金してとかじゃなくて、ね、でもさ、食べ放題だってさどれぐらいね。でも俺もし食べ放題行くなら切れたらいけないと思う。そこをつくようなものは食べ放題にしてはいけないぐらいの気持ちにある。なるほどね。ちなみに私のマネージャーが昔牛角で働いてたんだけども、残したらお金払わなきゃいけない。あ、それはそうだと思う。もちろんもちろん、それはね。ただやっぱそれで残すからって言って網の中に全部入れて中で焦がして焼いてまうたくとか、あとは学生さんとかだったらたくさん食べるのがまあかっこいいとか、そのたくさん食べた方が元取れるっていうので大量に食べてはトイレに行ってゲロを吐く、やだー、また食べてはゲロを吐きっていう、そういうお客さんがいたりとか、そう、そういう節度はダメだよね。もちろんいくらか、それは本当にここに書いてあるよりそれはモラルのモラルだと思うんで、全部美味しくいただくっていうことに対しても全然いいと思うけど、さっきブラスが言ったように吐いたり焦がしたりっていうのは確かにモラルだと思う。この投稿の社長は本当にちゃんと食べてます。良くないんだって。そうそう、予算払ってるわけだし、食べ放題っていうとルール上の中で食べてるんだから。こういうのは基本的にはまあお店側として見たら、たまにやっぱり多分食べ放題やってて基本的には赤字にならないようになってるんだけども、うん、時たま赤字にする人がいるんだけども、うん、それを上回る黒字化客がどれほどいるかっていうのを多分計算してプラスになるようになってると思うんだけども、ただこうやって食べまくる人、上タンばっかり食べる。って例えば噂が出回ってここは上タンいっぱい食べとったらめちゃくちゃ得やでってなったら、普段は食べ放題に入ってたメニューがなくなっちゃって、普段通り食べてるある程度黒字にしてたお客さんが食べれんくなるっていう、他のお客さんが迷惑を被る可能性はあると思う。そのビジネス的になくなっちゃって。そう、ね、私番組で見たことがあるんだけど、大食い家族がいて、で焼肉食べ放題来て、で本当にもうガンガン食べて、そしたら、店長さんがバーって来て勘弁してくださいって言って、これじゃもうあの赤字どころか店全部なくなっちゃいます。こういうこともあるんだなと思って、それでも多分番組上盛り上げなかったっていうのはあると思う、まあね、うん、いやでも俺やっぱりなんか節度なく食べるなんか反対派かも。なんでかっていうと、自分は食べ放題もし行ったとしてもちょっと黒字にするぐらいの客やと思う。でも上タン食べたい、でも多分今までやったら4000円でちょっと黒字化させることができてたのに、そういう客がたくさんいることによって私は5400円払わなきゃいけなくなるわけでしょ。だから客としてやっぱ下品な食べ方する人に反対する立場で行く。はい、でもそれ下品かどうかよね。いっぱい食べることが下品かどうか。食べにってそもそもそんなん考えながら食べる。いやだから考えへんけど、今回は考える回だろこれ。でも私それで言うとビュッフェは考える。取りすぎたら次の人取れんかなとかは考える。あ、ね、それはあるわ。ビュッフェはこそちょっと気使っちゃうよね。そうだね、その人が下品に食べることをNG とするのではなく、うん、店側にグラマで制限かけろやとかっていう方の考え方かもね、うん、そう、だからお店側ルール決めたらいいですよね。そう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 、これ以上あるそういうこと、上座何人前までに1人にしてくださいって言うんだったら全然いいよ。確かに確かに、うん、そうすりゃええわ。たまにあるよね、あの食べ放題のお店でも、うん、これは1人1回まで頼めませんみたいな、はい、ありますあります。それに対してやっぱ文句言う人いるんじゃ、じゃあ食べ放題ちゃうよね、はい、じゃあもう全然いいやん。そうそう、でもさ、まず食べ放題見る場合ですよ、メニュー見て決めるから別にね、そこで揉めはしないけど、食べ放題ってどう、食べる人もいれば食べない人もいて、損した気になるよね、食べない人がいて。そういう人は食べなきゃいいのよ。でも一緒に行く人は食べ放題がいいとか言って食べ出したりする、まあ、だから友達としてね、やっぱり食べ放題、あと飲み放題問題もあるよね。確かに飲み放題って、例えば4人で行って1人はお酒飲めない、うん、ソフトドリンクしか飲めないってなった場合、けどみんな飲み放題の値段にしないといけないですよっていうお店が多いからね。食べ放題の元を取ろうとする人どう？お米を頼もうとしたらダメよ、食べ放題だから、なんかここまずね、お腹かいちゃうから満腹になっちゃったらダメよ。それ元彼に言われた。ご飯食べようって言ったらダメだよ、肉でお腹満たせって言われた。それないな。でもまあいいんじゃないかな。だって4000円で食べ放題ができないんだったら、じゃあ5000円にすればいいし。それこそ昔って逆に私だから、その値段のこととか考えながら食べるのが嫌だから食べ放題を選んでた。大学の時より男女で値段が違うとこ、あれもうそれもう切れていいかなって食べ放題で男女違うって分かったら、そのままじゃあ結構ですえ、じゃああれは女性の方だけ
時にアイスプレゼント。あ、それもう激切れ。もうはってなる。意外と女性の方が食べたりする。そうなの。だからそれだったら体重別にしろやとか。あ、確かに。体重で測ったらいいじゃん。みんな入る時体重が測るよって。アメリカにあるよね、大きい人用のレストランで、あの体重が重いほど安くなる。そう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 。でもあれよね、温野菜とかもさ、しゃぶしゃぶ食べ放題だけど、スイーツは一人一品。ね、あ、そうそうそう、そう、ね、レザー細胞とか、ね、多いですね、それと。じゃあ結論としてはお店側がもしあの食べ放題されて困るんだったらうまいこと制限設けろやという結論で、食う側はまあ気にする必要はないんじゃないかということなんじゃないかな。どうですか？私もそれは思うね。食べ放題なんかもういいよ、普通にさ一品頼んでこの少ない2枚3枚のお肉をゆっくり味わって美味しいなって食べるのが健康的でいいんじゃない？もうコースとかでいけば、コースとかの方がいいよね。うん、あんまりね、そこも大好き。だからどっか旅館に泊まるときは絶対食べ放題のところを選ぶ。旅館のさ朝ごはんのさ、なんか大量についたメニューになってる、こんなちっちゃい小鉢が、あれって美味しくないよね。美味しくない。私はね、いちいち立っちゃった。いちいち私朝ごはんっていろんなものに食べ物がちょっとずつあるのすごい好きなの。わかる、めっちゃやだ。わかる、すっごい好きなの。ひじきがあったり、海苔がちょっとあって、梅干しとかあって、魚があって、卵があって、おしんこがあって、松前漬けがあって、とかいろんなことがこうちょっとずつあるのを、美味しい朝、いや、旅館の土鍋かなんかで炊いてるようなさ、あの美味しいご飯があって、でも多分ビーフ系味が変なの濃すぎんのよ、あれ。ビーフ系でこうやって叩かれてこなかったのは、ビーフ系の場合は皆さん綺麗にこんだけうまいこと飾れましたをあげるから、多分裏ではバカみたいに食ってるからね、こうやって。ビュッフェも嫌いなの。なんかね、ビュッフェでなんかガキ連れてさ、いろいろ選んだりしてるのも見るのもありやし、あと自分が何を選んでるのか周りに見られてる気もするし、そもそもやっぱずっと置いてある状態がやっぱり美味しくない。そう、それはね、私もちょっと分かる。ビュッフェのあのパスタ焼きそばってちょっと乾燥してる感があって。美味しいですよね。でも美味しい、変わるやん。そうね、美味しいですよね。あなた行きづらくない？いや、俺だからもうホテル取られた時に朝ごはんつけないでくださいって、行くだけストレスがたまるんでやめてくださいって。一人一泊5枚のとこ泊まった時に、なんか外国のお客さんが多くて、カニ食べ放題とかあったのに、外国のお客さんみんな牛丼しか食べない。牛丼食べ放題なんだけど、カニ食べ放題で思い出したんだけどさ、カニ食べ放題っていうとさ、ちょっと細い長いんだよね。あれちょっとね違うね。でもね、殻だけ太いからね、なんか食べた感だけは出る。ちょっとね、お店側も詐欺して、詐欺じゃないけど、詐欺ではない、カニ放題食べ放題。それちなみにさ、新宿の某ホテル、そうだよね、そこなの。わざと閉めんようにしてるの。30分前ぐらいから閉めるよね。これに関しては喋れるよ、すごい。食べ放題ずっと喋るよ。ちなみにね、まずい、あれが美味しくないとか言ってるけど、美味しいとこはとことん美味しいとこ知ってる。いろんなとこね、私の美味しい美味しいと言ってるものをインスタグラムで公開したいたりもしますので、うん、ぜひインスタグラムでコマラバラ伝えしてください。いやいや、なんで急に全然ぶこないで。以上、現場からお送りいたしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。